けだったね、長かったね濃厚接触者事件とかね、はい、はい、お疲れ様でした。ということで始まりました、もちっチャンネルです。さあ、今回の菅藤川さんにおいでいただきました。ちょっとごめんね、なんかもうなんかちょっとしんどい感じだと思うんですけど、はい、まあちょっとね、どんな感じだったのかをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、小橋さんも駆けつけていただきまして、はい、ありがとうございます、わざわざ。そして、はい、そうですね、山口先生も、はい、リモートなんですけども、ありがとうございます。サンフランシスコからということで、そうですね、よろしいですか。そうです、はい、あのサンフランシスコからお伝えします。あれ、藤森慎吾さんではないですよね。ちょっとすいません、なくなって聞こえます。、はい、そして、はい、松村さんですね。はい、はい、今回その、まあ、受験終わったということで、うん、いや、どうでした受験、これ大変でした、やっぱり。あ、大変でした。何が一番辛かったですか。試験場に行くと必ず声をかけられて、はい、なんかしたんだろうとか、いうのがあったんですね。はい、まあ、結果は、まあ、もう動画は出てるんですけども、はい、名古屋市立大学、まあ、前期受けてダメだったっていうことですね。はい、後期が愛兄弟ですね、愛知教育受けて、まあ、そちらもダメで、はい、で進学先はどこに。関西外国語大学の短期大学部の英米語学科。はいはいはい、英米語学科ということで、じゃあ英語の先生になるのを目標にやっていくってことですね。はい、そこを本当貫いてくれてよかったなと思うんですけど、うん、そうですね、他も短期じゃなくてね、4年生大学も受かってる中でやっぱり英語ということだよね。はい、そうですね、他も受かってましたもんね。そうですね、はい、名古屋学院大学の国際文化の日本学専攻、うん、あ、日本だったんだ。すごい、一般的にはそっちを選ぶ人が多いかもしれないけどね。そうですね、そこは書士がちゃんと貫徹されたという感じだと思います。あとはまだ他も受かってたもんね。名古屋商科大学の国際経営学科、うんうん、やっぱりその国際経営とか日本文化ではなく、やっぱ英語でっていう感じなのね。でも受験大変だったね、長かったね。まあいろいろやり取りしながらやってたんですけど、添削したりとか、本当にね、気持ちがね、参ってた時もありましたもんね。すごい伝わってきてて辛かったんだなっていうのは分かったんですけど、どうですかちょっと小橋さん。いやいや、まあ、勉強できることはできるわけだから、まあ、これからね、ぜひ新しい目標を見つけて、うん、頑張ってほしいなと思うし、まあ、ちょっとこういう英語講師はならない方がいいと思うんだけど、まあでも参考になるのもあると思うから、ぜひいろいろね連絡取り合えるわけだから、う、ね、うん、森田さんとかいろいろね話聞いたりとか、まあ、僕らが役立てるかわからないですけど、何かね困ったことあれば言っていただくとか、うん、やっぱりせっかくねその番組に出ていただいて、その試験会場でね声かけられたりとか辛いこともあったと思うんですけど、でもこういいつながりもねきっとできたはずだから、それをぜひこれからの学生生活とか、まあ、それだけに限らず人生で活用してほしいなと思いますね。本当にその通りだと思います。せっかくね得た、まあ、機会ですからね。でもまずでもやっぱりトイックなんじゃないですか。あ、ね、トイック。ちょっとまたなんか追ってくプロジェクトみたいな。いやいやいや、トイックの勉強とかね、うん、興味はあるでしょ。はい、もう取りたい、やった方がいいよね。そうですね、今英語の先生になるにも必要なんで、うん、やっぱトイックの、まあ、730点とかそのあたりか、うん、英検準1級はないと、うん、そもそも教育実習にすら行けないってとこ多いんで、自分自身もそうでした。教育実習行くときに、そのトイックあるうちは730持ってないと、うん、そもそもさせられないんだけど、うん、あと英検準1級持ってるって言われて、じゃないとちょっと受け入れられないよって言われて、そういうのもがあるんで、まあぜひ、ね、松原さんありますか。あ、そうですね、あの、考えてます。あ、山口さん忘れてました。僕忘れてないですね。山口さん。でも、本当藤川さんすごいと思ってて、藤川さんの高校って大学進学率めっちゃ低くないですか、確か。あ、低いです。うん、あ、そうなんですね。そこからまあ、しっかりやっぱり自分の意思を持っていったっていう点と、あとまあ、4年生大学受かってても、やっぱり自分のやりたいことを優先して、しっかりその、まあ、大学選んだっていうのは、僕もの大学選びって、まあ、そういうふうにやるべきだと思うんですよ。うん、まあ、いろんなチャンネルで僕も発信してますけど、やっぱり自分のテンションをつけたりとか、やりたいことを見つける方だと、なんか正しいと思ってるんで。はい。おぉ、なるほど。うん、はい、自分でいろんなって言って。いろんなって言って。ただ、いろいろ分かってきましたね。あれ、いやいやいや。はい。で、ぜひ、トイック満点100回取って、これで飛ぼう。そんな感じじゃない、そんな取る必要ないでしょ。そんなすぐ満点は取れないでしょ。なかなか大変よ。まあでもまず700点とかね、800点ぐらいまず目標じゃないですか、学生だったらね。あとまあ、なんかその受験会場でやっぱ話しかけられたりとか、まあ、一応そのまあ目立ってきてるわけじゃないですか。なんで今後なんかそれが人
会うときに、まあ、一番最初のファーストインプレッションを上げたりとかっていうのはもう成功してると思って、うん、あとは自分に実力つけていけば結構いろんなことできるようになってくると思うので、うん、まあ、そこはプラスにちょっと捉えてやっていってほしいなと思います。じゃあ松原さんどうですか。まあ本当によく頑張ってたと思いますし、あ、森田さんちゃんと検索してくれるんだなと思いました。そう信用がなかった。そこまあ本当によくね、結構でもねチャレンジしてやってたところはすごくいいなと思いましたし、あとそうですね、まあ、大学デビューしましょう。僕も大学デビュー19歳までね童貞の本当に陰キャの苦笑を歌いやすい他人のチャンネルだとか好きなこと言う急にぶっ込んでた。多分やっぱ大学デビューできたことでやっぱ人生変わってたし、藤川さんもさっきメガネ外したら結構ねイケメンやったんで、これからちょっと新生藤川を僕はね実現してほしいなと思います。はい、名古屋市立大は問題受けてみてどうでした。難しかったですか。難しかったです。赤本よりも全然歯が立たないっていうか、うんうんうん、明大の問題も一応目を通して、はい、受けたんですけど、うんうん、明大の英語の問題の方が簡単でした。ああ、名古屋大学の方が簡単だったってことね。なるほど。すごい英作文がね特殊なんでね、名古屋市立大和さんね、どの形式で来るかもわからないし、今年はどんなの、なんか賛否を言えない問題っていうか、はい、あれは詩なの。ああ、はいはいはい、いわゆるなんかことわざ的なやつですよね。はいはい、それが出ててっていう、それについてどう思うか、まあ、東大で昔出てたような感じのやつですね、うん、他の教科も大変でしたか。他の教科は国語と英語だった、2教科だったんですけど、うん、国語は比較的簡単、比較的できました。なるほど。記述はもうほとんどだったので、うん、採点者のもの好きなのかな。もの好き。なるほどね。で、関西外語のはできた。あ、結構できました、うん。なるほど。まあいろいろね、マーチとかも東京行って受けたりとか、大変だったね、あれもね。本当にまあいろいろあったんですよ。はい、もう普通にいろんなことがあったんですけど、まあまあまあ大変だったね。あれもうどうなっちゃうかと思ったこともあって、濃厚接触者事件とかね、はい、かなり大変なことがあったんですよ。ありましたね。はい、祖母がコロナウイルスになって、ウイルスになっちゃった。ウイルスにかかったの。はい。蚊にかかった。はい。かかっちゃって、母と兄が濃厚接触者で、でも行ってないからね、そんなとこに行ってなかったんで受験はできたんですけど、やばいこれどうなっちゃうんだろうみたいな、なってたら受験できないですね。そうです、そうです、なってて、うん、もうあの時は本当にやばいね、それどうしようっていうのとか実はあったりしたので、うん、まあいろんな本当にあったんですよ。いや乗り越えてよかったです、本当に無事終わってね。はい、最後にですね、藤川さんから皆さんメッセージとか、なんか藤川さんから一言いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。森田先生、英作文の添削だったりとか、あといろいろ勉強の相談とか、に乗っていただいて、赤本の問題添削とか、いろいろ親身になって指導をしてくださったので、本当に感謝しております。ありがとうございました。お疲れ様でした。求める、なんかちょうだい。松原さんには、はい、はい、ちょっとね、僕の歌きとりぼっちって言ってきました。僕の感じの気が始まった。怖いじゃない。松原さんには勉強だけじゃなくて、うん、いろいろ受験についての相談とか、滑り止めの私立の相談とかもいろいろ本当に親身になって乗っていただいたので、本当に感謝しています。あ、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、大人の皆さんや視聴者の皆様が温かい応援をしていただいたので、本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。という感じで、はい、今回ですね、藤川さんにバックミュージックがすごいんですが、はい、藤川さんに、はい、いただきました。ありがとうございました。頑張ってね、はい、大阪で。ありがとうございます。